はい、皆さんこんにちは、しんです。今日も動画ご視聴ありがとうございます。今回はひかり TV ショッピングの第5回プレイステーション5の抽選販売会の情報となっております。1月22日金曜日のお昼12時から1月29日金曜日のお昼の11時59分までと、エントリーになっております。そしてエントリー方法なんですけども、ひかりの LINE ショッピング LINE 公式アカウントで友達追加、そしてウェブサイトの ID の連携でこちらエントリーできます。そしてプレイステーション5の今回選べるのはディスク版とデジタルエディション、そして今回は SSD が、全部であと4つの中から、容量を、選べる分となっております。芯もまだ一度も当たっておりませんので、普通の、ディスク版の方を、ポチりました。なので、当選結果こちら2月の2日の朝9時となっておりますので、そちらの方、楽しみに、しております。また当たったか外れたかはまたお伝えしたいと思っております。続きましてはプレイステーション5ソフトバイオハザード8ビレッジが発表、発売日が発表となりました。いや、こちらね、皆さん楽しみにしていた方もたくさんおられると思います。5月の8日が日本の発売日ですので、皆さん楽しみだと思います。 Amazon の方ではこちらのソフト今予約受付中となっておりますので、欲しい方は Amazon の方で予約できますので予約購入してみてください。そして、今回も18歳未満は買えないバイオハザードのちょっとえぐいバージョンですかね。こちらの方も販売となって予約受付中となっております。自分的にはこちらを買ってちょっとしてみたいなと思っております。その前にプレイステーション5がないので、早くプレステ5当たることを祈っております。そして本作のゲームの本編と追加コンテンツがセットになりましたデジタルデラックスエディションやパッケージ版でクリスのフィギュアなどが同梱されたコレクターズエディションなども発表されました。そしてバイオハザード7のゴールドエディションとバイオハザードビレッジデラックスエディションがセットになったデジタルバンドル販売も販売される見込みとなっております。こちらの方、Amazon の方で予約できる商品、そしてカプコンのウェブサイトでも、予約購入できると思いますので、ぜひそちらの方も、見てみてください。はい、それでは今回の動画は以上となります。では皆さんまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。